カマリンスカヤを踊る人々。1860から1880年代のルボーク・カマリンスカヤは、ロシアの伝統的な民族音楽の曲名、及びその旋律をもとにしたクラシック音楽の題名であり、特にミハイル・グリンカによる同名の作品が有名である。幻想曲、カマリンスカヤは、ミハイル・グリンカによる還元楽曲。グリンカは1840年代に、 スペイン旅行を行い、スペインの民族音楽を使った、スペイン序曲第1番、ホタ・アラゴネーサを作曲した。この作品で、民族音楽の素材による作曲に自信を得た、グリンカは、次に、ロシアの民族音楽を使った、還元楽曲を作ろうとした。グリンカは、婚礼の音楽、高い山からと、仏曲、カマリンスカヤの2曲を素材として、 1848年の8月から9月にかけて滞在中のアルシャワで作曲した。初演は1850年3月15日にスペイン序曲第1番と共にサンクトペテルブルクで行われた。曲の中では3小節しかないカマリンスカヤの旋律が伴奏を変化させながら70回前後にわたって繰り返される。このように伴奏を変化させながら繰り返す手法は スペイン序曲第1番にも見られる。短く単純な音楽ながら、その後のロシア音楽に与えた影響は絶大なものがあった。この曲は、ロシアの民族的素材を使った最初の還元楽曲であり、リムスキー・コルサコフやチャイコフスキーはいずれもこの曲を非常に高く評価している。バラキレフの3つのロシアの主題による序曲や、イスラメー、チャコフスキーの公共曲、 第2番はいずれも伴奏を次々に変化させながら旋律を繰り返す手法をグリンカから借りている。演奏時間は約6分。二短調、4分の3拍子。10小節の早調な助奏の後、弦楽器によってゆっくりした婚礼の音楽が始まる。楽器やリズムを変えながら繰り返され、助奏の要素も加わって盛り上がった後、二長調、4分の2拍子に変わり、 1> 第1ヴァイオリンによる短い導入部の後にカマリンスカヤが始まる。これも楽器やリズムを変えながらひとしきり繰り返された後、また婚礼の歌に戻る。今度は波長長でクラリネットによって導入部とカマリンスカヤが始まり、そこから二町長に転調して大いに盛り上がる。ピョートルチャイコフスキー、子供のアルバム中のロシアの踊りもカマリンスカヤによっているが、 グリンカのものとはかなり異なっている。グリンカの曲のバラライカ用の編曲は赤軍合唱団のレパートリーとしてしばしば使われる。2014年の映画グランドブダペストホテルで使われているカマリンスカヤはオシポフ国立ロシア民族オーケストラによる演奏でやはりバラライカを主体とする。ありがとうございます。